どうも今日は、はい、ありがとうございます、はい、またこの度は大変どうもおめでとうございます。はい、ありがとうございます。あの方に期待してますんでね、はい、続いては富士市役所を訪れたのは、千葉ロッテから育成枠で3位指名を受けた富士宮東高校の勝俣塁選手です。小永井市長が今までやってきたことを信じていけばおのずと道は開けるとエールを送ると、勝俣選手はまずは支配下選手になれるよう全力で頑張りたいと力強く抱負を語りました。自分が生まれた町ということで、すごい市長の方からも温かい言葉をもらって、いつかはこの地元に恩返しをしたいなと思いました。そしていつか日本を代表するような選手になって、少年野球の子どもたちとかに野球教室を開いて野球を教えられるような、そんな存在になっていきたいなと思います。勝俣選手は今月中にも球団と仮契約を結ぶ見込みです。